国民民主党原口一弘が支離滅裂に新型肺炎で、昨日国民民主党の原口一弘さんがツイッターにて、新型肺炎について、最初からマックスの対応が必要だと、あれほど言ったのにと主張してしまいました。この原口さん、最初からと主張しておられますが、その最初とはいつのことなんでしょうか。 国民民主党のホームページを確認いたしましたところ、原口さんが新型肺炎に言及したのは1月27日であり、それまでは桜だ、カジノだと騒いでいただけでございました。政府は遅くとも1月6日から対応をとっておりますので、ぜひとも国民民主党には原口和弘さんには、 野党として、この新型肺炎に対する動きがですね、対応が遅れたことを認めていただき、これ以上国会において優先順位を一切無視した実情の妨害を行わないようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。